ついに iPhone15 シリーズが発売されました。今回はボディ素材にチタンを採用した iPhone15 Pro をなんと嫁と実機レビューしていきます。レア回なので最後まで見ていってください。こんにちは、ジョージです。こんにちは、マリです。はい、今日は本日発売の iPhone15 Pro をレビューしていきたいと思います。今日は僕の奥さんのマリも一緒にレビューしていきたいと思います。お願いします。はい、ということで早速レビューしていくんですけど、マリはこの iPhone15 の発売を受けて率直な感想をどうぞ。率直な感想、って感じですよね。いや、まあ普通はそうなんですよ。あの iPhone を発売日に買うっていうのはガジェットオタクぐらいしかいなくて、うん、普通の人はガジェットオタクがこういう風に動画のレビューしたりとかブログに記事を書いたりとかしたのを見て選ぶっていうのが普通の人だと思うんです。だから別に発売日がどうとかじゃなくて、今回はこんな一般的な感覚を持つ嫁とガジェットオタクの僕でこの iPhone15 Pro をレビューしていきたいと思うんですけど、はい、ラインナップが無印、うん、プラス、プロ、プロマックス、うん、4種類ある。もうちょっとテンションを上げて話しな。で、無印をベースに考えると画面を大きくしたのがプラス、うん、普通の iPhone の性能を良くしたのがプロ、うん、プロマックスっていうのはサイズも性能も一番大きくて一番性能がいいっていうのがプロマックス、だから一番高い。なるほど。っていうのが iPhone のシリーズの種類となってます。はい、で iPhone13 シリーズの時は、うんうんうん、ミニっていうのがあった、うん、はい、これが iPhone13 ミニで、うんうん、14からはもうミニはなくなってしまった。個人的にはこのぐらいのサイズで性能も良くてっていうのが一番理想的なんやけど、うん、最近はスマホ自体が大きくなりがちで、うん、ミニっていうのも人気がなかったのか14からもうなくなってしまって15も iPhone ミニはありません。持ちやすい。そう、あの女性とかあとそんなにあのゲームとかしないよっていう人にはミニはめっちゃ人気あったんやけど、世の中的には大きい方がいいっていうのでミニはなくなってしまったから今回もありません。はい、はい、で今日はその4種類ある iPhone15 のシリーズの中で iPhone15 Pro をレビューしていきます。はい、はい、もう早速やけど開封していきましょう。じゃあ iPhone を開封するのは初めてです。はい、普通のスマホはだいたいフィルムに貼られてて、うんうんうん、ペリペリって剥がすっていうのが一般的なスマホなんですけど、うん、iPhone はもう最近カーボンニュートラル、うんうん、自然に配慮してるのかフィルムはもう使わずにこんな感じで、はい、の上のここからめくってくださいっていう紙で開封か未開封かっていうのを見分けるようにしています。なので上と下のこのペリペリを剥がしてください。めくっていい？はい、失礼いたします。高いからな。あ、失礼、大丈夫。めくりました。はい、開封してください。どうやって？あどうやってって何？ここからこうよね。ここからこう。はい、失礼します。そこ iPhone15 Pro、 プロ、まあ、率直な感想どうですかこれ。カメラがボコボコしてる。マリは iPhone12 まで使ってたよね。この前 iPhone 持ってたやん、うん、あれは iPhone12 あ、そうなの？の無印で、これはiPhone の15のプロなんやけど、うん、その時と比べても何か外観の違いとか大きい？サイズもさっき言った通りスマホが大きくなってて、うんうんうん、今の iPhone15 の無印と iPhone12 の無印は15の無印の方がサイズが大きくなってる、うん、っていうのはあるんやけど確かに大きいと思う。で、うん、ちょっと丸みができた感じで多分手にもしっくりくるような大きいけど、うん、グッと持ったら手にもしっくりくるような、うん、ちょっと丸みが今までの iPhone より出てる感じで、前作の14の無印とプラスが素材がアルミだったんですけど14のプロとマックスはステンレスで、今回は無印とプラスは同じアルミでこのプロとプロマックスはチタンに変わった。まあチタンに変わったら何なんて感じや、うん、でチタンに変わったら何がいいかっていうと軽くなった。ステンレスよりチタンの方が軽くて14のプロとプロマックスは同じサイズなんですけど、うん、20g 軽くなった。だからこのサイズで187g
で、プロマックスが 221g。当然ケースをつけて使うわけやから、うん、もっと重たくなるので、うん、だからその 20g っていうのは、物で例えると、うん、卵1個分ぐらいのサイズが、まあ、軽くなった。で、チタンは錆びないっていう意味でも、それまではステンレスとかアルミとかで歴代着てたものが、うん、今回初めてチタンを採用したっていうことになってます。はい、だからまあ軽くなってるとはいえ、マリが使ってた iPhone12、うん、あれで 162g、うんうんうん、だからそれよりはまた重い。そうやんな、重たいなって思った。でなんで重たいかって言ったらやっぱりカメラ、うん、カメラのレンズが、iPhone12 とかは二眼レンズ、よくタピオカレンズって言われるんだけど、うん、タピオカみたいな。タピオカレンズが普通の無印とかプラスは二眼、うん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 、でプロ以上になると三眼、三つのレンズがついている。これで例えば街中で電車乗ってたりとかしても、うん、iPhone 持ってる人たくさんいるよね、うん、カメラがレンズが二つか三つかでプロかプロじゃないかが分かる、うん、見るわ今度から。いや別に分かったからって何もないんやけど、うん、でも後で価格も言うけど、うん、無印とプロとの価格差はすごいあるし、うん、無印の一番安いやつとプロマックスの一番高いやつ、うん、10万以上差がある、ね、おかしくない、うん、っていうぐらい、まあ、高級なもんなんやけど、プロと無印ではこのレンズのまず個数が違う、うん、なので当然その分重さも違う、うん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 、でも、このチタンになったことで軽量化されたっていうことがまずこの iPhone 15 Pro の最大の売り。なるほど。まあちょっと本体周りとか見ていきたいと思うんですけど、右側面には、今までの iPhone と同じで電源ボタン、このボタンは、変わっていません。上面も、マイクかな。だから特に何も見た目的にはありません。うんうん、側面で。ここは後で説明するんですけど、今まではライトニングケーブルというアップルが独自で使ってたケーブルを、うんうん、今回は USB Type-C という端子に変わりました。はい。これはまあ後で説明しますね。はい、左側面。で、ここも今回の15シリーズで大きく変わったところで、今までってこの消音ボタンがあったんです。これ多分 iPhone 12でも途中まで知らんかったと思うけど。いや、今まで知らん。これ消音ボタンって言って、もう名前の通り、これを切り替えることで、音を出すか音を消すかっていうのを切り替えられるボタンがあったんです。そんな便利なボタンがあったん？だから、まあ、あんまり普段の日常でないかもしれないけど、仕事場に入ったら音を消す。うんうんうん、で、仕事場から終わって退社したら音を出す、うんうん。みたいなことがワンタッチでできる消音ボタンっていうのが今までの iPhone シリーズにはあった。はいはい、これはもう結構長い歴史があって、ずっとあったもの。で、変わらずボリュームキーがあるよね。うん、今回は iPhone 15 の Pro シリーズ以上からは、この消音ボタンがなくなりました。はい、代わりについたボタン、これはアクションボタンって言って、何かっていうと、まあ、今までは音を消すか音を出すしかなかったわけです、うん、それってなんかすごくアナログやん。そう、だってその一つしかこのボタン機能ないんやね。もう贅沢やな。贅沢や、そうそう、ある意味贅沢なんですけど、ちょっとそれじゃもったいないっていうか、あまり使わない機能だったんですよ。だって基本的に音出してない人からしたら、それを音出す機会っていうのは本当に1ヶ月に1回あるのかないのかぐらいの、うん、限定的な機能やったから、今回15のプロシリーズ以上はアクションボタンって言って、うん、このボタンに機能を割り当てることができるようになりました。機能を割り当てるというのは、結局デフォルトではこのボタンを押すと音を消す消音ボタンと同じ機能を持ってる、うん、でもそれ以外にもアクションボタンに割り振れる機能としては、拡大鏡、アクションなしも選べたりとか、フラッシュライト、カメラ、集中モード、あとはボイスメモとか、ショートカットっていうのも選べたりするので、まあ、僕やったらカメラかな。うん。私は消音モード。あ、今までの iPhone と同じように消音モード。でも音出したい時の方が多いから、うん、でもお迎え行く時とか音消したいとか、はいはい、でもめっちゃ使ってるから、はいはい、この一つでできたらめっちゃいいと思う。今 Android を使ってて、うん、でそれをまあ音をボリュームキーとかで消してる、うん、で音を出す時はボリュームキーを上げてる、うんうんうん、っていう動作をワンタッチでできるから消耗、うん、だから意外にやっぱり消音する新品っていうのはワンタッチでできるっていうのは、まあ、便利っちゃ便利なので、このアクションボタン、今までよりいろんな機能が割り当てられるっていう意味ではかなり進化したという
風に捉えてもいいんじゃないかなと、うんうんうん、てか今までなんでしてこなかったっていう、うん、いうぐらいの iPhone がなんでこんなことできひんのみたいな感じですよね、うん、で、まあ、肝心な性能なんですけど、新しく出たからといってこの iPhone15 が性能めちゃくちゃいいかって言ったらそういうわけじゃないんです。というのも、うん、iPhone の12シリーズ、うん、使ってた12シリーズからあんまり性能としては進化していない。 iPhone って若い子の中ではシェアがもう 50% ぐらいあるわけで、すごいな。でその 50% のほとんどはもうオタクじゃないわけですよ、うんうんうん、だから性能の進化よりも、まあ、より使いやすくマイナーチェンジしてくれる方がユーザーとしては助かる、うん、だからこのアクションボタンのように今までちょっとした不便やったものをマイナーチェンジしてくれる方がユーザーとしてはすごく嬉しい、うん、自分で使いやすいようにカスタマイズできるみたいな。今まで消音ボタン必要ないなと思ってたちょっとしたストレスやったことが改善されることでユーザーはすごく喜ぶ、うん、だってそれ以外は特に興味ないんやから、うんうんうん、カメラも綺麗に撮れるし普段のことで何のストレスもないけどちょっとしたことが気になる、うん、そういったことをフィードバックして微妙に変えてきたっていうのが12シリーズから15シリーズまでの iPhone の変化っていう感じ。だから、あの友達でもそうだと思うんやけど、うん、iPhone から iPhone にしか買えない、うんうん。それはもう使い方が変わらないからっていうのが特に日本人に人気な理由。で、さっき言ってたんですけど、うん、そのライトニングケーブルから USB Type-C の端子に変わった。うん、これはもうガジェオターの中では、うん、うわーみたいな。Type-C に変わったぞみたいな。そんな感じなの、はい、うん、っていうぐらいもうこの温度差、うん、だから正直、まあ、僕もタイプ C に変わったからなんやねんっていうのが率直な意見なんやけど、そのライトニングケーブルで不便だった点なんですか、うん、ないよね、うん、ないよ。あのガジェオタの中では例えばスマホ以外でも、うん、ポータブル扇風機とかディスプレイとかイヤホンとかそういうのはもうタイプ C が基本的にはもう今主流なんですよ、うん、ケーブルとしては。タイプ C がそもそもの、タイプ C っていうのは今のあなたが使っている Google Pixel 6a もそうなんやけど、うん、ほとんどの今 Android のスマホはこの形の端子、うん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 、丸いやつ。そう、この一つ前はマイクロ USB って言って向きがあったわけです。あったあった。そうで、このタイプ C は向きがないんですよ。ないない。だからそのいちいち向きを考えなくてもいいし、うんうんうん、それだけじゃなくてそのデータの通信速度とかいろんなことにこうタイプ C っていうのは優れてて、今の主流はこのタイプ C ケーブルな。ライトニングっていうのはアップルしか使っていなくて、うん、世の中の主流はタイプ C ケーブル端子やのに、ライトニングがいることによっていつまでたっても2つの種類のケーブルを持ち歩かないといけない。あ、そうそうそうっていう不便さがあって、だからって言ってそんなにやんって思うかもしれんけど、いっぱいガジェットを持ってる人からするとすごく不便やったわけ、うん、うん、確かに。だからこそガジェットオタクの中ではタイプ C みたいな、一本でいけるってこと、タイプ C タイプ C みたいな感じやんそう、一本でいけるっていうのと、うん、でもそれだけやったらちょっと薄いから、うん、実際にはタイプ C になったことであのこんなことができるよっていうのもあって、うん、タイプ C になることで例えばパソコンのディスプレイとか、うん、普通は HDMI っていう笑わず聞いてたHDMI っていう、まあその専用の端子があるんですよ、うん、あるんですけど、最近はそのタイプ C というケーブルでディスプレイにもつなげるようになったんですね、うん、じゃあ何ができるか、何ができる、 iPhone でその例えば Netflix とかそういうサブスクをディスプレイで大画面で見ることができる。ああ、そういうこと、うん、じゃあそんな線つながでもできんちゃうの。うんうんうん、確かにあるんです、ミラーリングっていう、うんうんうん、でも線をつなぐメリットっていうのはより綺麗な映像を転送することができる。だからまあ映画とかさ、大画面で見たい、そしてクオリティの高い画質で見たいっていうのを満たそうと思うと、このタイプ C ケーブルになったことで、まあ、そういったこともできるようになるって。なるほど。あとは、まあ、これもちょっとマニアックなんやけど、うん、イーサネット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 っていうのは、うん、あのLANケーブルを挿す口、うん、家にもついてるよね。LANケーブルわかる？LANケーブル？LANケーブル。LANケーブルっていうのはこれ、LANケーブル。うんうんうん。見たことある？うん。はい。こういうね。
これがタイプ C のポートね、うん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 、ケーブルね。でそこからさっきの LAN ケーブルを挿す口がつく、うん、こういうアダプターが売ってるんですよ、うんうんうん、でこれを使って iPhone の15 Pro にケーブルを挿して、うん、で反対側にこのイーサネットのアダプターをつけます、うん、で何ができるか、うん、あの最近僕海外行くじゃないですか、うん、行きますね。でホテルとかって Wi-Fi が弱い、まあ、海外だけじゃなくて国内もそうかもしれないけど Wi-Fi が弱いホテル多いんですよ、うん、でも国内やったら自分がキャリアと契約している電波があるやん、うんうんうん、ドコモとかそれを使えばなんとなくやり過ごせる、うん、海外ってもちろん SIM カードを契約っていうか持ってったりもするんやけど、うん、Wi-Fi をできる限り使いたい、うん、でも弱い、うん、どうしたらいいか部屋にもよるんやけど LAN ケーブルが来てる部屋があるんですよ。あのパソコン使う時に使ってねって LAN ケーブルが壁から出てたりとか、テレビに LAN ケーブルが刺さってたりとか、うんすることがあって、うん、このアダプターをまず iPhone に装着します、うん、でその部屋から出てる LAN ケーブルをこれに挿せば、うんうん、この iPhone が有線、うん、要は無線じゃなくて有線でインターネットをすることができるようになる。うーん、 Wi-Fi をつながなくても Wi-Fi は電波が弱い、うん、そのホテルではね、うん、その有線ケーブルをつなぐことによって有線が何がいいか、うん、途切れることが少ない。うーん、無線ってこう見えへんやんか、うん、でも電子レンジ使うとかヘアドライヤー使うとかで電波って干渉してつながりにくくなる、うーんっていうデメリットがある。そうなんや。だから有線にするほど安定する。だから、うん、あの前の家とかここでも有線ケーブルを使いたいって言ってたんだ。確かに言ってたのは有線が最強なんです。なるほど。イヤホンとかもそうな、うん、有線イヤホンの方が遅延なく聞こえる。有線ってあれの紐がついてるのと遅延なく聞こえる。でも無線のイヤホン、最近の流行りのイヤホンやと音がちょっと遅れてくるっていうデメリットがある。なるほど。なのでホテルで Wi-Fi が弱い場合で LAN ケーブルがもし部屋に来てた場合はこのアダプターを使ったら簡単に有線接続できる iPhone に変わる。へー。でもよく考えてみて、うん、スマートフォンやのに、うん、有線で縛ってしまったらスマートじゃないやん、うん、でもこれをテザリングってわかる？テザリング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 やと思ってた。まあどっちもいい。テザリングでもデザリングでもどっちもいい。あ、そうね。まあ、要はこれの電波を他の携帯とかにこう分け与えるよっていう機能やけど、うんうんうん、ここが安定すればここからテザリングをして例えば一緒に旅行行った時に、うん、この iPhone を有線でつないで、うん、そこから発する電波を俺たちが拾えば、うん、弱い Wi-Fi の部屋でも強いちゃんとした電波を拾うことができる。とか自分のサブ機とか持っていたパソコンとかをそれにつなげば安定して接続することができる。うーんっていう、まあ、あのパソコンもサブ機も持っているようなオタクしか考えへんようなことなんやけど、うんまあ、Wi-Fi が弱い部屋の対処法としては、Type-C ポートによって、そういったことが、まあ、簡単にできる。っていうのが、今回の大きな変更点。あともう一つ最後。はい、これは、マリにも、喜んでもらえる機能だと思うけど、うんうん、iPhone 15と iPhone 15、もう一台あったとします。うん、ここをケーブルで繋いだらどうなりますか？繋がる。何が？機械が。不正解。まあ、半分正解けど不正解。うん。結論で言うと、バッテリーが少ない方の充電をしてくれる。同じものが2台あったら、うん、こっちが 50%、こっちが 100% だったら、うんうん、50% の方を、これをモバイルバッテリー代わりになって、充電してくれる。うん。だから、例えば夫婦で iPhone 15を持ってました。うん。で、外出先です。まあ、もうバッテリーないってなった時に、貸せよ。うん。俺の負けたるわ、みたいな。かっこいい。かっこいい。そんな顔で言われてもってないんだけど、まあ、あの、分けることができたりする。じゃあ、Android のスマホと iPhone 15を繋いだらどうなる？思った今。これも、実は Android のスマホも、パワーデリバリーっていう充電の規格があるんですけど、それに対応している Android スマホやったら、うん、さっきと同じように、バッテリーが少ない方にもらえるの？もらえる。へー。だからまあ今まで iPhone と Android って別々のもんっていう感じやったけど、うんうん、壁があったものが、うん、あ、お互い充電し合えるんや。うんうんうん。ちょっと愛よね。
そうな。っていう、まあ、ガジェットに詳しくない人でも、うん、あ、そんなんができるんやぐらいの感覚やった、うんうんうん。っていうのが、まあ、タイプ C ポートで、これは一部の例で、今日発売したばっかりやから、これからガジェットオタクが、このタイプ C ポートの使いやすさとか、何に使えるか、どうしたら機能としてもっと活かせるかっていうのをこれから開拓していくから、うん、これからもっと便利な使い方が出てくると思っていい。なるほど。でも今現時点で言えるのはそれぐらいの機能がまずは普通にできるっていうことが大きな進化とされています。それは大興奮やな。まあ大興奮ですね、うん、まあ俺は興奮してないですけど興奮してない、はい、ということで、うん、まあ最後にはなるんやけど、性能としてはもう12から変わってないけど、もともと性能は高かった、うん、でカメラの性能も若干アップはしてるけど、もともと綺麗に撮れた、うん、ステンレスだったのが、このプロシリーズはチタンになって、素材が変わったことによって軽くはなった、うん、そして限定的やった消音機能がアクションボタンという多機能なボタンに変わった、うん、じゃあこの iPhone 15 Pro、うん、おいくらですか。お高いんでしょまあ本当に最近のスマホはめちゃくちゃ高くて、いくらですか。この iPhone 15 Pro、うん、128GB という一番128GB という一番ストレージの容量が低いもの、うんうん、で価格が 159,800円、税込み。高い持って歩けへんそうなんです。これ 159,800円でこのまま持ち歩くわけにはいかないんで、当然ケースを買う、うんうん、でもう一つアップルそこはケチんだよと思うんやけど、これに付属しているこのケーブル、これがまあ当然 USB Type-C のケーブルなんやけど、うん、USB Type-C の中でもまた規格があって、簡単に言うと 2.0、3.0 という規格があります、うん、3.0 は最高のパフォーマンスを出してくれる、うん、でも付いてるケーブルは 2.0 のケーブルなんです。なんでやねん。そうだからこのケーブルを使っても iPhone 15 Pro の性能は最大限に発揮できない。純正のものを買って付いてるものやのに最大限発揮できないケーブルをつけてくる iPhone。ケチやな。やのに 159,800円、高すぎるわっていうことなんですけど、でも実は高くなくて。なんで？ iPhone って例えばこれ無印の話なんやけど、うん、iPhone11、うん、12、13、14、今回の15、うん、全部ドルベースでいくと799ドルで変わってないんです。ずっと一緒ってこと？ずっと799ドルなんです、うんうん、でも日本円に換算すると、うん、iPhone11 の時は 84,800円、で iPhone15 の今は 124,800円。すごいな。799ドルっていう据え置きやのに、うん、日本円で換算すると約4万円、うん、同じドルベースで価格据え置きやのに今11と15では4万円の差が出てる、うん、というのが現実なので、日本円がただ単に弱くなっているっていう、うん、まあ時代背景がこの iPhone の価格に乗っかっているということで、 iPhone は悪くない。せちがないな。せちがない、はい。まあ、84,800円やったら、そうや、なんていうんかな、高いんやけど、うん、でもああまあまあなんとか、うん、でも12万って言われると全然違うよ。あなたの Google Pixel 6A いくらですか。定価はまあもう高いんやけど、うん、実際に購入したのは3万ぐらいです。素晴らしいな、はい、ということは、うん、iPhone1 台と、うん、Google Pixel 6A 4台買えるわけです、うん、ただ朗報があって iPhone って画面壊れてる人多くない？多い多い。でも直せてない人が多いってことです。みんな壊れたまま使ってる。そう、壊れてる人を見るってことは壊れてるけど直せてない 人が多いわけです、うんうん、で Apple Care っていう保証に入ればもちろん対応はしてくれたりもするんやけど、うんうん、でも全部が全部タダでもなくて、もちろん Apple Care という保証にもお金を払わなあかん、何したらいいのっていう感じの値段になるんで、うんうん、でも保証なしで修理した場合、この前の iPhone14 やったら後ろのここが割れたら8万円ぐらいした。ん？修理に8万。直します？直さないわマスキングテープとか貼っときます？貼っとこうっていうぐらい高かった、うん、でも15では3万円台ぐらいだった。なんかそれを聞くと安くすごく感じる、うん、で、まあ、3万円で新しく買うには当然足りひんし、うん、3万円やったらやります？ Google Pixel そうそう Google Pixel 6A を買った方が
まあ、買った方がいいって買える値段なの。で、例えば iPhone が後ろ割れてるけど、メルカリとかに出しても、売れてしまうのが iPhone。うん、すごいなぁ。だからまあ、確かに直すより売ってしまって、Google Pixel 6A 買ってもいいかもしれない。それは一つの案かもしれない。でも、まあ、前作の14は8万かかってたところが、今回は3万円弱になったよっていう朗報もあって、でも、全面割ると5万6800円かかる。高いわ。食費や。1ヶ月、まあ、それを払うことによって、まあ、ご飯は食べれなくなるっていうレベルの、まあ、高さではある。だから結局は、まあ、本体も高いし、修理するのも高い。まあ、だから iPhone を唯一合法というか、安く買う方法っていうのは、まあ、一つだけかな。あって、楽天市場で、Apple ギフトカードっていうのを購入できるんですよ。それはもう別に、楽天市場だけじゃなくて、普通のその辺のスーパーとか家電量販店でもレジの横に置いてあったりするんだけど、こういうギフトカード。コンビニとかにも。あ、そう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 。それを楽天市場でもデジタルギフトとして購入することができる。で、なんで安く購入できるか。それに楽天のポイントがつくんですよ。ああ、なるほど。だから、人によって SPU ってその自分のそのポイント倍率で違うんやけど、まあ僕の場合は 10% ぐらいのポイント倍率があるんで。だから、例えばこれ15万9800円の分の Apple ギフトカードを楽天で買えば、15,980 円分のポイントがつくわけです。大きいな。っていうことは、これを差し引くと14万円台で15 Pro が購入できることになる。だからまあ、人によってその倍率は違うけど、唯一安く購入できる方法って言ったら、それぐらいかなと。なるほど。もしくは、Apple Care に入らずに、壊れたのが心配な場合はイオンカード持ってる？持ってたっけ？イオンカード多分持ってる人が多いと思うけど、イオンカードで購入した場合、180日間は保証とかで保証を受け入れることがあるんです。購入したもので壊れた場合、保証してくれるっていうカードのその特約というか、その付帯みたいなのがあるものがあって、イオンカードは180日、約半年。半年。半年間のうちに壊れたら、イオンカードで買ってれば保証としてみなしてくれるっていうものがある。なるほど。だから安く買いたいんやったら、楽天カードで、楽天市場でアップルギフトカードを買うか、もしくは壊れた時のことを考えてイオンカードで iPhone 15 Pro を買うか、そのあたりがまあ簡単だけどすぐにできるライフハックかなっていう感じです。なるほど、はい。まあ、いずれにしても高いんで、高いなかなかそうコロコロは買い替えられないと思うんですけど、こう紹介した iPhone 15 Pro、買えますか買えませんか？買いません。早いやろ。 Google Pixel。 今回の動画には NordVPN 様よりスポンサーいただいてます。視聴者の皆さんに特別なプロモーションも発行していただいてます。固定コメントと概要欄のプロモーションリンクから契約することで、スタンダード2年間プランの大幅割引とプラス4ヶ月延長の特典が受けられます。しかも30日間の返金保証があるので、リスクなしで試すことができるんです。詳しくは概要欄のリンクをクリックしてみてください。まあ、今回なぜこのチャンネルに NordVPN さんがスポンサーになってくれたかというと、このチャンネルではガジェットを発信していて、最近は中国のサイトとかを紹介してると思うんですけど、ご存知の通りスマホやスマートウォッチっていうのは日本ブランドってほぼなくて、基本海外なので、ガジェット好きな人は海外のサイトへの通信は避けられないんですよね。そんな海外のサイトを使う時によく質問を受けるのが、中国のサイトは安全ですかとか、中国のサイトでクレジットカードを登録しても大丈夫ですかというのがダントツで多いんですよ。それってまあクレジットカードの不正利用とかウイルスとか、どうしても海外の方が怖いイメージありますよね。それ以外にも海外だけじゃなくて、日本国内のカフェやホテルのフリー Wi-Fi も危険だって言いますよね。あのフリーという危険なワード、フリーだから自由っていうわけではなくて、一つのネットワークに複数人同時に接続しているわけなので、あれは悪い人にとって自由に他人の情報を見れるっていう意味も含んでるんですよね。よくある例が、カフェの名前をつけた
アクセスポイントってありますよね。その名前に例えば数字の2をつけてパスワードを開放しておけば勘違いしてアクセスしてくる人絶対いるでしょ。そうなるとアクセスしてきた人がその状態でカードとか使っちゃうと情報とか盗まれてしまうわけなんです。あとはランサムウェアのように遠隔ロックできてしまうウイルスが入れられてしまうとか、そういうことがよくあるんです。まあガジェットを使う宿命みたいなもんなので、海外でも国内でもリスクはどこにでもあります。特にこのチャンネルの視聴者さんは僕と同年代か年上の方が多いので資産運用もされてると思うんですよ。そんな大事な情報を守るためには VPN は必須です。VPN っていうのはバーチャルプライベートネットワークの略で、一般的なインターネットっていうのは公衆網といって、その公衆網の中にプライベートなトンネルを作って他人から自分の情報を見れなくするということができます。デバイスから一旦 VPN サーバーを通り公衆網へ抜けていくので、フリー Wi-Fi につなぐ前とか海外サイトへつなぐ前とかに VPN にログインすれば OK なので超簡単なんですよ。これだけでインターネットのセキュリティをかなり高めることができます。でも VPN を提供している会社っていくつかあって、その中でもノード VPN には大きなメリットがあります。さっきも言った通り一度 VPN サーバーを経由するので、その分通信速度が遅くなるんですよ。なのでセキュリティがいくら高くても通信速度が落ちるのであれば使いたくないなって思う人もいると思います。でもノード VPN は評価機関の認定済みで世界最速なんです。その調査では他社の2倍以上のスピードが出ているから安心していいと思います。他にも重要なのが VPN を使えるデバイスってどんなものがあるのか。まずは PC、 OS は問わず Windows でも Mac でも使えます。スマホも iOS、Android どちらも使えて、しかも最大6台まで共有ができるので、まあ、ぶっちゃけ言いますけど一つ契約して家族全員で使えば家族全員のセキュリティがアップする、そういう使い方もできます。接続も簡単でクイックアクセスというボタンを押すだけで簡単に繋がります。また家族で使うんだったらセキュリティ向上以外にも奥さんとか子供に喜ばれる機能があるんです。それは海外コンテンツにアクセスできることです。日本にいながら海外のコンテンツにアクセスすることができるんですよ。例えば韓国でしか見れない動画サイトがあった場合、それを VPN を通して見ることが可能なので、韓国ドラマや韓国アイドルのコアな動画を見ることができます。またその逆で海外にいる時に日本のコンテンツを見ることもできます。例えば中国だと制限がいろいろかかっていて、なかなか日本と同じようにコンテンツを見ることができないんですが、それも VPN を使えば見ることができます。他にも海外から日本の銀行へログインして操作するなど、まあ海外駐在している人は VPN を使っていることがほとんどです。ということをまとめると、海外のサイトを使う場合、または国内のカフェやホテルでフリー Wi-Fi を使う場合など、情報が盗まれるリスクっていうのは日常に溢れています。 VPN を使えば国内外でコンテンツ利用がボーダレスになって QOL も上がるし、海外の急な対応にもスムーズに行えます。特に中国 EC サイトでガジェットを買う場合、 VPN は入っておいた方が絶対にいいです。最後にもう一度今回のプロモーション内容をお伝えします。固定コメントと概要欄のプロモーションリンクから契約することで、スタンダードの2年間プランが大幅割引プラス4ヶ月延長の特典が受けられます。しかも30日間の返金保証があるのでリスクなしで試せるので、詳しくは概要欄のリンクをクリックしてみてください。僕は近日中に韓国、台湾に行く予定があるので、海外でも日本の仕事ができるように VPN を活用していきます。はい、ということで、本日は動画のご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。たまにこのマリ出てくるかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。お願いします。また、ジョージガジェットというガジェットと人生楽しむためのブログマガジンっていうのをやってるので、概要欄からチェックしてみてください。TwitterX のフォローもよろしくお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあねー。